どうも、フジモチャンネルです。さて、今日はですね、ついに発売が決まりました。2023年上半期のスニーカーシーンにおいて一番注目されているモデルがついに発売正式に決定しましたので、そちらを紹介していきたいと思います。はい、ということでですね、2023年上半期のスニーカーシーンにおいて最も注目度の高い、モデルなんですけれども、それがこちら。なんとティファニーとナイキのコラボレーションのスニーカーが発売されます。で、これですね、年明けぐらいからリークがですね、いろいろ出回ってたんですけれども、まあその中でですね、いつだったかな、2月の中旬ぐらいとかにスニーカーズの方でこのティファニーとナイキのコラボレーションのショート動画が公開されました。で、今回ですね、これスニーカーズでもあるのかなーっていう噂がいろいろあったんですけれども、先日ですね、ついにこの3月の7日にですね、正式に発売が決まったということで、今スニーカーズにもアップされてます。で、これ今回ですね、このティファニーコラボ、これ僕めちゃくちゃ欲しいんですよ。っていうのも、もうなんせもうめちゃくちゃかっこいいし、めちゃくちゃ特別仕様の、モデルになります。で、モデルで採用されてるのは、これまたエアフォースワンで一番もうナイキの定番の型、になります。まあハイブランドコラボっていうのがなかなかこのスニーカーズで出ないんですよね。まあ数年前に出たディオールコラボとかもこのナイキ側で販売はありませんでした。で、去年の夏頃だったかな、ビトンとのコラボがあったと思うんですけど、その時もスニーカーズとかでは一切出なくて、ビトン側だけの販売だったんですよね。で、今回このティファニーコラボも多分そうだろうなと思ってたんですよ。ティファニーだけで販売するのかなと思ってたんですけど、これなんとスニーカーズで今回出るんですよね。で、これはもう本当に狙いたいなと。で、狙えるチャンスがあるなと、もうボタンを押すだけなので、っていうのになってます。こちらですね、正式名称はですね、エアフォースワンティファニー&コー1837っていうものになります。で、この1837っていうのはですね、由来がですね、ティファニーの創業が1837年っていうところから、この1837っていう、名称になっております。で、これですね、もう今スニーカーズにもアップされてるので定価も発表されてるんですけど、定価がですね、48,400円とめちゃくちゃ高いです。通常のエアフォースワンの約 4.5 倍ぐらいですね、の価格にはなってはいるんですが、まあ、ただこのハイブランドの、まあ、コラボっていうところを考えると、まあまあこれぐらいの値段かなと、いうものにはなります。で、ただですね、この 48,400円、非常に高いとは思うんですけど、ビトンコラボの時ですね、ビトンコラボもこのエアフォースワンでモデルが出たんですけど、その時は多分ローカットで定価が20万いくらとかだったので、それを考えるとですね、今回のこのティファニーコラボ、非常に現実的な値段かなと、買えなくはない、値段かなと、当たってもやったと思えるような、ね、値段感にはなってるので、ぜひこれ狙っていきたいですね。はい、ということでですね、ここでいろいろリーク画像が出てるので、そちらを使ってちょっと紹介していきたいなと思います。これまずエアフォースワンなんですけれども、通常のエアフォースワンだと合皮のレザーがアッパーに全体に使われている仕様になるんですけど、ただこれはですね、少し違いまして、アッパーに関しては超高級なブラックのスウェード素材ですね、こちらで、展開されております。で、スーシュのところに関しては多分おそらくこれ合皮のレザーだと思うんですけど、合皮のレザーで、でティファニーブルーのカラーですね、っていう形になって、かなり高級感のある見た目になっております。で、あとはヒールカウンターの部分なんですけれども、こちらにはティファニーとナイキのロゴがあしらわれたシルバーのプレートがついております。これもすごく高級感があっていいなっていう、感じになります。で、あとはですね、シューレースの方ですね、に関しましては、多分これ4本ついてるのかなというふうに、思います。まず普通にブラックのシューレースと、あとはイエローのシューレース、あとはホワイトと、あとはこのティファニーブルーのこのシューレースですね。これがいいですよね。またかっこいいなと思います。で、あとはインソールに関しては、これもティファニーブルーのカラーリングですねになってます。で、続いて箱なんですけれども、箱もめちゃくちゃ高級感あってかっこいいんですよね。このティファニーブルーの
本当にこのティファニーのアクセサリーとかで使用されている箱ですね。これをイメージしたような、箱になってます。で、これ、外見ももちろんかっこいいんですけど、この箱の中ですね。中身も内生地もなんかすごくこだわり抜かれていて、この中が赤地になってるんですよ。赤のなんかフェルトか何かかなっていう感じなんですけど、で、ティファニーと筆記体で書かれているので、まあ、箱からしてですね、めちゃくちゃ高級感もある、そういった仕様になっております。こちらですね、スニーカーズの方にもアップはされてるんですけれども、もちろんティファニーの公式オンラインサイトの方にも情報がアップされております。で、ただまだこれが何日発売、何時からとか、発売方法ですね、はまだ詳細は書かれてないです。で、ただ、このティファニーのオンライン公式サイトの方にですね、このナイキとティファニーのコラボの特設ページっていうのができてます。こちら概要欄にも、リンクの方ですね、貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。この特設ページはできてるんですが、ただまだ詳細はないので、まだ何ともわからないです。で、ただ、この情報、このナイキコラボのですね、情報を受け取るには、その中、ティファニーの、まあ、アカウント登録っていうところのページがあるので、そこに、まあ、登録してると、この情報が解禁されたら、随時メールで来るのかなという仕様になっております。なので僕も先日ですね、このティファニーの、アカウントはですね、作成済みです。なのでちょっと今、情報を待っている段階にはなるんですけれども、まあ、非常に楽しみですね。で、今回ですね、この、まあもちろんエアフォース出るんですけど、それ以外にも、いろいろ出ます。で、スニーカーズの方ではこの、エアフォース1のみなんですけど、このティファニー側では、このアクセサリーっていうのも出ていきます。で、おそらくですね、今、噂されてるものはですね、まあ、写真でリークで上がってる段階ではなるんですが、このエアフォース1に合わせて、ですね、まずシューホーンですね。これが靴べらですね。ティファニーとナイキのロゴが入ったシルバーの、靴べらが出ます。で、あとは歯ブラシっていうかはブラシですね。になります。これは靴を磨くためのブラシですね。になります。だったり、あとはデュブレですね。シューレースを通すときの下の方につけるデュブレ。これのティファニーのシルバーになってたりとか、あとはホイッスル、笛ですね。これちょっとなんか謎ですけど、ただまあ面白いなーっていうのが、あります。まあこのティファニーとナイキのロゴが入ったシルバーのこの笛ですね。ホイッスルが出ます。今のところはそれぐらいなんですけれども、まあただこのアクセサリー類に関してはこのティファニー側だけの販売になるのかなと今のところ現段階では、予測されます。で、あとはですね、ツイッターの方に、結構前の方にですね、NBA の選手の、レブロン・ジェームスですね、の方が、この、ナイキ・ティファニーコラボのスタジャンを着てる写真が投稿されてるんですけれども、これめちゃくちゃかっこいいんですよ。ただこれはですね、プロモーション用に作成されてるようなのかどうか、ちょっとわかんないですけど、これは多分おそらく出ないのかなと思います。おそらくこの、プロモーション用で作成されて、まあ、広告として、まあ、レブロン・ジェームスが着ている写真を、まあ、アップしているのかな、というところなんですけど、これめちゃくちゃかっこいいんですよね。これも、出ればですね、欲しいんですけど、ただ多分値段も相当な額になりそうなので、ちょっとま、現実的ではないかな、というところになっております。ということでですね、いろいろ今見てきたんですけど、多分一番気になるのがですね、じゃあ販売速数どれくらいあるんだっていうところだと思うんですけど、今噂されてるのはですね、全世界で2万足っていう風になんか情報がネットの方でいろいろと噂されてます。で、2万足だと全世界で2万足なので多分かなり厳しいかなと、僕的には思います。っていうのもこれ全部で2万足なんですけど、先日ですね、ティファニーの VIP 会員の方も本当に年間何百万と、ティファニーでお買い物されている方ですね、そういった方に、その、購入の、優先権が、あったみたいで、それで、その、ティファニーの VIP 会員の方にですね、メールで、ナイキエアフォースワンの、
あの先行販売の案内が流れてるらしいんですけど、それでその希望のサイズを第3希望までこうメールでお伝えして、そして抽選でさらにされて、その VIP の方が買えるっていうのがまああったらしいんですけど、まあ VIP の方が世界にどれぐらいいるのかもちょっとわかんないですし、ただ元々の母数が2万に対してその VIP の方がまず買って、そしてこの今二次流通とかでも結構なんか出回ってるんですよね。なのでまあそれで残りがその2万からそこが引かれた形になるので、果たしてどれくらいあるのかなと。そしてなおかつこの日本でどれくらい入ってるのかなっていうのもあって、多分相当少ないんじゃないかなと、僕的にはちょっと予測しております。はい、ということでですね、まあかなり即数も少ないというふうにまあされていて、かなりまあ争奪戦にはなるかなと、予測されます。でまあ多分先ほど言ったようにですね、 VIP 会員の方が多分おそらくもう手にしてるっていうことで、スミダンの方にもですね、これもうこのティファニーコラボのエアフォースワン発売されてるんですけれども、とんでもない額になってます。定価が先ほどお伝えした、48,400円に対して、平均で多分80万ぐらいですねについてます。で販売、このスニダンの中で今販売速数がだいたい80ストックぐらい出てるんですけれども、そうですね、見た限り今一番高いもので 29.5 センチで119万とかいう値がついてます。でゴールデンサイズでだいたい80万から90万っていう価格になってますね。なのでまあこれまあ大体発売前のスニーカーって結構スニダンの方とかでもプレミアになったりするんですけど、ここまでプレミアになってるのはすごいですよね。定価が5万しないぐらいに対してまあ大体80万ぐらいまで跳ね上がってるので、でこれが実際に発売されたらまあ少しは市場価値下がるとは思うんですけども、まあただそこまで下がんないんじゃないかなと。しかも世界で2万足ほどと言われてるものなので、一時的に発売後市場の値段が下がっても、まあ、寝かしておくともう絶対に上がるものかなと思います。なのでこれももう本当にヴィトンと同じようにですね、持ってるだけでどんどん値が上がっていくっていう、スニーカーになりそうです。なのでまあ仮にゲットできても履けるかどうかは分かんないですけど、まあ、そこはなんかすごく楽しい部分でもありますし、ぜひですねこれ僕も当日スニーカーズでゲットしたいなと思っております。はい、ということでですね、本日ナイキティファニーコラボのエアフォースワンの紹介していったんですけれども、こちらなんとしてもですね僕欲しいです。ただ発売日がですね3月7日の土平日、僕は仕事です。なので並びとかそういうのはできないんですけど、ただまあスニーカーズで発売があるのでスニーカーズにもう託してですねボタンを押すだけなので、そこは挑戦しようかなと思います。本来であればですね、休みとかであればですね、スニーカーズだけなんですけれども、購入動画チャレンジとかも、ちょっとやっては行きたかったんですけど、そうはちょっとできないかなと。あとはまあ、ティファニー側でなんか抽選だったりなどやると思うので、そういったのも、なんか詳細お伝えできればなとは思ってはいたんですが、まあちょっとそれはできそうになさそうなので、まあ、当日、スニーカーズでチャレンジはしていきたいなと思います。本当に買えればラッキーぐらいの感じでやっていこうかなと思います。で、もしゲットできた際にはですね、この動画でも紹介していきたいなと思います。ということで、本日の動画ですね、よかったらグッドボタン、それからチャンネル登録、そして通知の設定もですね、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。